こういうのを見てみるか。見て見て、ド派手でドン、青、ピンクみたいなのがいいね。まあまあね、わかるよ。近しくない？確かに。あ、え、それかわいい。あ、一緒だ。それいい。かわいい。ちょっと、あ、それいいかも。置いとこう。あ、これもあるよ。あ、これと出ました。お、出ました。これとこれか。うん。横入りしだす。いいですよ。これでもちょっとね。あ、これも揃うとすごいな。ね、発見しました。うん。あ、発見しました。発見。おさすごいっすわ。こっちか。え、こっち。やつみで。そうかな。いや、じゃあデコだ。デコが。分かってる。なんでよ。え？え？え？ね、イメージカラー的にはこうだと思うんですよ。反対だと思うんですよ。ただ膨張色という。あー、そんなことないけどな。めちゃめちゃ可愛い。すごい。ありがとうございます。はい。完成です。完成しました。すごいじゃ絡めてはい。下の色は。はい。選べます。誰か好きなのをつけてみて。演歌歌手みたいな。かわいい。ちょっと眩しいですよ、はい。今度は少し口を少し開ける感じでアニメな感じの表情をしておいてあげるとか。そうですね。うん。いい感じ。そのままいきますね。はい、ということで。やってきました、はい、湯豆腐屋さん、湯豆腐屋さんに今から行ってみようと思います。すごくない、すごくない、この風流な感じ、はい、すごい。ちょっとこの辺も映しなよ。違う、私あのこっちのこっちを映してます。まだ撮ってないでしょ、これ YouTube で。これ確かに、じゃ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 着替えましたほんまや、撮ってなかった。着替えました。写真ばっかり撮ってました。いい感じにしてもらいましたよ。髪の毛も。いいね、うん、ねえ、すごい、いや、いい感じね。うん、いいね。めちゃめちゃ。よかったよかった。ねえ。ちょっと、今から湯豆腐屋さん、念願の。念願の、ね、ずっと行きたかったんですよ。そう、本当に。じゃ、行くべき、行きましょう。よっしゃ。うわー。めっちゃ美味しそう。え、すごい。あそこに入っとるやん。私がね。ここ一緒に温めてますのでね、はい、温かいので見せてください。ありがとうございます。すごい。薬味さん、兄さんでお分けになっていただいて、はい、もし足らなかったらね、はい、お声かけていただいたらまたお持ちさせていただきますね。わかりました、はいはい、こちらお豆腐のね、はい、お出汁です。ありがとうございます。ゆっくり。すごい、じゃじゃ、すごい、こっついね。これ自然薯すごい。これ割って食べるの？すごい。自然薯。自然薯昔庭に生えてきてさ。すごない。田舎すぎて。食べた。食べた。めっちゃいい表情取れた。
します。